おはようございます。台湾船チームフィールドテスターの高槻聡です。今日はですね、平和島の丸八さんからライトアジに来ています。とうとう発売になりました、台湾の快適味びし仕掛け、こちらを使ってライトアジを楽しんでいきます。はい、それではですね、ライトアジの基本的な釣り方ですが、重りが今トーンとついたらですね、まずは1メーター上げたところで2回ぐらいパシッとコマセを振ります。でもう1メーター巻いた2メーターのところでもう1回ピシッと巻いて、であとはですね、まあ10秒から20秒ぐらい待っていてください。今船長の指示の穴がですね、まあ底付近の2メーターぐらいまでっていうところだったので、この2メーターのラインで待つようにしてください。で待って何もなければもう一度下に落として1メーター巻いたところで2回振る、もう1メーター巻いたところでもう1回振って待つ。ライトアジの基本的な釣り方はこんな感じです。で大体これをですね、まあ 2,3 セットするとコマセが、カゴからですね、まあなくなりますので、そうしたら詰め替えてあげます。おー、当たった。こんな当たったら大きく合わせる必要はないです。軽く竿を持ち上げるぐらいでいいですので、でそしたらですね、あとはゆっくりリールを巻いてきて、取り込みは回収と一緒で天秤と石が水面に見えたら巻くのをやめて、天秤をつかむ、タックルを置く、でカゴに入れてアリスをたぐって中に入れてください。こんな感じで美味しそうな味が出ました。うわー、いい当たり。今のモニュっていうの見えましたかね。あ、これ上張りにかかってそう。やっぱりですね、今回仕掛けに使われているスペクトロンセンサー、もうとっても感度がいいラインなんですね。なので今みたいな小さい当たりも本当に拾いやすいですし、この魚の引きによってどこの針についてるかっていうのもとっても感じやすいと思います。先ほどはですね、ライトアジ釣りの基本的な釣り方の説明をしましたが、ここからですね、応用編の攻めのライトアジ釣りの説明をします。重りがトーンってついたら、自分の場合ですね、50センチぐらい上げたところからもうパッ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 とコマセを振りながら2メーターのところまで上げます。そしたらピタッと上で止める。で 1,2 秒様子を見たらデッドスローでゆっくり引き上げていきます。でこの引き上げる中で穂先のちょっとした変化や手に感じるちょっとした違和感は全部当たりなので、これをキュッとかけに行く。普通のですね、釣り方っていうのは1メーターのところで2回巻いて、まあ、点みたいな感じでボワーとコマセが出ます。でもう1メーター上げた2メーターのところでもう1個点を打つから、なんか点が3個ボワーと潮に乗って動いてる感じ。それに対して、この釣り方はですね、重りがトーンとついてからビシ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 ってこうコマセを点で巻くんじゃなくて、ラインを引くようにですね、帯状にコマセを巻いていきます。で上でピタッと止めて、そこからデッドスロー引き上げをすることでコマセが帯状に作られる。そこにピーンと張った状態の仕掛けがバシッと同調した状態からギュイーとゆっくり引き上げをスタートできるので、もうとにかくですね、当たりが出るのが早いっていう釣り方なんです。で引き上げをしていく中でアジがスッて一瞬でも吸い込んで、測れる前のクッていうもたれを自分でかけに行くので、しっかり上あごにもかかるし、当たりの数もすごく多く感じます。でこの点で巻くんじゃなくて、ラインを引くように帯状に巻く釣り方をですね、まあ我々のですね、まあ、仲間うちの間ではライン引き調法なんていう言い方をして、今ですね、かなり東京湾のライトアジの中でですね、流行っている新しい釣り方ですので、これはですね、すごい自分で
こう思い通りにコマセを巻いて仕掛けを同調させて当たりを自分で作りに行く。で自分で作った当たりをかけに行くので、本当はですね待ってるだけじゃなくてもう毎回ですね、投入が楽しくなるというか、自分でかけている感覚もすごい楽しいですし、本当にですね味釣りのこの概念というか考え方がですねすごく変わる面白い釣りですので、ぜひですねやってほしいと思います。いや、 やっぱりこのライン引き調法はですね、帯状に巻いたコマセの中にピンと張った状態の仕掛けを同調させるっていうところがですねやっぱり肝になってきますので、この仕掛けの張りだったりこう仕掛けがなびく角度みたいなのがですねすごく重要になってくると思うんですよね。やっぱりですね今回のこのスペクトロンセンサーとってもですね張りがあるので、しっかりこのピンと張った状態で同調してくれてる感じがすごいあります。もちろんこの、攻めのライトアジじゃなくてもですね、まあ町の普通のですね、釣り方でも、まあ、しっかり巻いたコマセに同調してくれると思います。よし、うん、いいとこかかってる。はい、こんな感じでですね上あごのほぼど真ん中、あの硬い部分にしっかりかかっています。これがですねあとちょっとだけずれちゃうとこの口の柔らかい部分にかかってしまうので、そうするとこの柔らかい部分ですね少し負荷かけただけでもすごくちぎれやすい部分になってますから、バラシにつながってしまいます。なるべくこの上あごの硬い部分にしっかりかけてあげたいですよね。そのためにはやっぱりですねこの針の形状なんですが、今回はムツ針っていう針を使っているんですが、この仕掛け特別にですね、ひねりがないムツ針っていうのを使っています。このひねりなしムツ針を使うことで、必ずまっすぐに、針先が出ていますから、フッキングをした時にこの上あご、魚に対して水中線の、上に位置するこの上あごにガシッとかかりやすくなる。結構もうバタバタと10匹以上釣れましたが、仕掛けはですねもう全然何の問題もなくピンピンの状態全くよれてないですね。すごい、やっぱりこれはですね本当に糸癖がつきにくい、そしてまあ伸びにくいっていうですねこの新しいスペクトロンセンサーの特徴だと思います。まあこの癖がつきにくいのでこの仕掛け同士が絡むリスクも少なくなりますし、まあ糸癖がついてるとどうしても餌とか仕掛けが変な動きをしちゃって、魚も食べてくれない、当たりが減っちゃうんですけれども、このピンピンの状態がかなり長い時間続きますんで、本当にトラブルも少なく当たりも、たくさん出る。いい、もう垂れ当たりでしたね今のも。これでしっかり決めがかかってます。ですね、点を狙っていきましょう。ハンドル4分の1回転でちょっとずつ上げていって、大体50センチから1メーターぐらいまでですね上に上に誘い上げて他の針にかけてあげます。ダブル来ました。でですねもうかかりどころバッチリ、ちょっと見ていただきたいんですけど、1匹目多分上張りにかかって、で2匹目下張りかかったんですけど、もう上張りどこにかかってるか見てみてください。これど真ん中ど真ん中、これ絶対バレないですよね。でこれを1匹かけてこいつの引きを感じながらちょっとずつ上げていって、で2匹目は、で2匹目はですねもうどこかかってもいいです。とにかく1匹目は確実にかけて、まあ2匹目3匹目はまあラッキーパンチぐらいに思ってもらえれば。よし、狙い通りのダブル、これが連チャンできるとね
狙い通りでめちゃくちゃ楽しいですね。ちょっとですね、今魚が暴れて仕掛けが少しぐちゃぐちゃになっちゃったんで、一旦ちょっとほどいてます。やっぱり仕掛けに適度に張りがあるからほどくのもすごい楽ですね。はい、多分普通の仕掛けだったら今ぐらい結構ぐちゃぐちゃになっちゃったら、こうほどく中でこう豚の尻尾みたいにくるくるってなってる部分とか、カクンって折れちゃってるところがラインに癖がつくんですけど、これ今ほどいてピンピンピンと張ってあげるとですね、どうですか、結構もうほぼ元通りじゃないですか。すごい、このスペクトロンセンサーはこの糸癖が取れやすいっていうのもですね、すごく特徴の一つなんですね。僕も実際にあれだけぐしゃぐしゃになったのほどいてみましたけど、本当にパッケージから取り出したばっかみたいにまっすぐになってます。これすごいですね。やっぱりアジ始めた方とかですね、初めての方、結構仕掛けがぐちゃぐちゃになっちゃって、ああもう毎回取り替えるの嫌だとかって、そこで嫌になっちゃいがちだと思うんですけど、この仕掛けだと本当ほどきやすいし、ほどいた後もピンピンと引っ張ってあげれば元通りになりやすいので、本当入門者の方とか初めての方にもおすすめですね。さあ他店になってると思います。あ、違うか。あ、いいサイズ。おお、やった、いいサイズ。はい、いいサイズ来ました。こんな丸々っとしたですね、脂も海苔も良さそうなアジがたくさん釣れるんだから、このライトアジ、いや最高っすね。よいしょ。お、上っ張りの金張りに来てますね。おお、ちょうど上ごど真ん中、バッチリです。この仕掛けなんですけど、ですね、この金針とあとですね緑色の針がミックスになっています。で、金針はもうアジといえば金針、定番ですよね。で、特に濁りの塩に効く針って言われています。で、逆に緑色の針の方は、墨塩に効く色ということで、まあ、塩の色が濁ってても澄んでいても両方ともまあバランスよく使える配色になってるかなと思います。うわー、いきなり入っちゃった。わー、いいね。いやー、このちょっと釣り方と仕掛けがバッチリマッチしてる感じありますね。このナイロンに近い比重で結構ふわふわ漂ってるのがこの渋い時間いいんでしょうね。よいしょ、いやいや、バッチリだぜ。イエイ、やりました。OK。 いやー、バッチリいっぱい釣れました。かなりですね、この東京湾のライトアジにバッチリの仕掛けになってると思いますんで、皆さんぜひ快適アジビシ仕掛け使ってですね、ライトアジ、とかですね、石アジ楽しんでみてください。お疲れ様でした。今日はですね、この快適アジビシ仕掛けを使って、稼ぎ時間もですね、渋い時間もコンスタントに釣れて、まあ、バッチリこの通りですね、攻略できたかなと思います。はい、めちゃくちゃ楽しいので、ぜひこれを使って、アジ釣り楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいんで、皆さんチャンネル登録もしとってね。